えー、蒲田博ですこんにちはあの、えー、今回も地球科学超入門として、えー、と僕の専門ですね地球科学、まあ、高校だと地学ですけどその地球とか、ね、宇宙とかその、まあ、地震火山気象災害今話題になってますけどその地球科学それと,、えー、とあとあの少し広げて、えーまあ、我々がなぜこういうその学問を学ぶのか知識を得る、えー、学ぶ学問そういうことを絡めて お話したいと思いますもう一つのね今期のテーマはね地球と人間なんですよで、えー、まあ人間地球の中で生きているんだけどまあサステイナブルその素材、えつつまり、えー、どうやってえっ、ー、と持続持,持続可能な社会を作るかっていうのは地球と上手に付き合わないとダメでしょだから人間の側の話もしたいと思いますと地球って46億年前に誕生してまあ現在は、えー この我々人類は30万年前ねホモ・ホモサピエンスっていいますけど誕生して、まあ、そういう歴史があるんですねあそうそう、えー、と地球とは何か持ってらっしゃる方は、えー、65ページ十五ページに、えー、現在の地球環境ができるまでっていうそういう、まあ、あのカラーがありますこれはね、えー、と地球の歴史46億年を、えー、カレンダーにしました1年のねカレンダーって1月1日から大晦日まであるじゃないですかそれでそうやって割り振ったらどうなるかっていうので 1>, 1月1日が冥王代の開始その4 65ページの,その、えー、図ですね。で、えー、と要するに46億年前が1月1日の元旦の、えーとえー、例示だとするとそこから生命が出たり、えーまああのーえー、隕石が衝突したりいろいろあるんですね。でそれが、えーとえー、太古代の開始例えば、えー、と40億年前にねその火の玉地球が 固まったでそれはどういうことかっていうと最初はドロドロの火の玉で、まあ、マグマオーシャンでその全然その、えー、と生物もいなければまあ、とにかく水もなかったんですよねでそれが40億年前に固まった逆に言うと地球が冷えてきたから地球を取り巻く水蒸気が凝結して雨になったんですね。雨になって降ってきてて降きそれで地球は、えー それまでは、えー、ドロドロのマグマオーシャンだったけど、それが固まった、えー、まあ、冷やされて溶岩になるんですね。だからあ,あマグマっていうのはね、あの定義としてはドロドロに溶けた状態ね。だから地下にあるときはマグマ、で地上に上がってもまあまだマグマかな。で、それが、えー、こう流れるでしょ。と固まるでしょ。そうすると溶岩っていうんですね。そういう意味では、えっ、ー、と地球全体が冷えたこととその、えー、周りにある水蒸気ね、それが 冷えたことににによっっって水滴になっててて水水なな滴落ちてくるでそうするとこう加,速加速度的にあの冷やしていくわけですね。今度水が岩石を冷やしてさらにその岩石溶岩が分厚くなっていくんですね。中身は溶けてるけれど表面の溶岩が厚くなるわけね。そうやってこう地球の地殻とかマントルとかができていくんですよ。というのが40億年前ね。でそれを、えー、そこから太古代といいます。太古 えー、太いいいに古いって書いて書、ね、でそこから25億年前までが、えーまあ、太古代あ今のはね64ページにまあ文章で書いてますね。で、えー、そこから今度は原生代といって、えー、地球に酸素が増えてきた時代ね酸素それまでは二酸化炭素が多かったでその二酸化炭素が、えー、生物があの生じてその生物が、えー、光合成を行う。 二酸酸化炭素を酸素をにするで酸素大気が増えてくるみたいなことねそれが25億年前でそれを原生代っていいます「原っぱの生きる」って書いてねでそれが5.4億年前に原生代5.4億っていうのは生物ができた年です、まあ、大型のね大型の我々みたいなその生物ができた年で。 それを県明らか、えっと、生き物が明らかになった時代ということでねそうやってこう、まあ、今、えっと、大きく「太古代」「現世代」えー「憲政代」って言ったけどもそれをです、ね、もう一回話戻してじゃあカレンダーにする1年のね今その、えー、40億年前とか25億年前とか言ったらピンとこないでしょだから一応カレンダーで言ったら分かりやすいじゃないですかそれが65ページそれで「太古代」は2月の17日。 ねえー、つまりその1月1日に、えー、地球ができた、えー、地球ができる話はちょっと後でしますねこの太陽系の話でとりあえず我々身近な地球から話しますねまあ地球ができたところが、えー、46億年でそれはドロドロだったから、えー、我々岩石の上に住んでますよね地盤でそれができるのが40億年前で、えー、それが太古代の開始、えー、カレンダーでいうと2月の十四日。 まあなんとなくわかりますよねあそうか二ヶ月弱かみたいなねそれでそこから原生代が六月十六日つまり、えー、酸素が増えてきてそれで、まあ、あの地質もねだいたいいろんな地,地層が残ってるんですよあのそれまでは、ね、地層も循環してねあったんだけどほとんど消えて痕跡だけ残ってるとかねそれから近く深くあってそれが火山によってマグマの中に取り込まれてそのあるとかなんか非常に えー、レアなケースでないとその古い岩石ないんですねでだから少ないんだけど、まあ、とにかくその、えーっとまあ、大事なことは酸素が増えたら環境が変わるという意味でもね原生代原生、えー、代が6月16日でしたねさて、えー、次大事なのは添生代でね添生代から、えー、結局みんなも知っている、あのー、古生代とか中生代とか新生代ってあるでしょ要するに 我々生物としてあの、まあ、よく知ってるのはその古生代からなんですよ、えー、例えばまあ古生代あの山葉虫とかねその中生代アンモナイトとかね、まあ、中学校ぐらいから聞いたことあるでしょ。それで、えー、と新生代になると我々哺乳類ねマンモスがいたりしてねでそういうのでなんとなくこう代表的な化石があったりそれに対してこうシダ植物が古生代いましたとかね、えーまあ、そういうんでこう動物と植物が変わっていくんですね。 でそれによって名前がつけられるでそもそもそれが5.4億年前っていうのはカレンダーで見るとなんとですね11月18日もう秋深しなんですよねだからえそんな最近なのってなるわけね11月の中旬からあとは中世代12月15日もう12月入っちゃってるわけね、えー、恐竜がいた中世代それで新世代12月26日 もうななんかか近いいじゃないですか、ね、新生つまり我々の祖先、えー、哺乳類はもうほとんど五葉納めの前ぐらいにやっと、まあ、世の中に出てきたって感じ、ね、で人類なんて本当にね、えー、何分前何秒前ぐらいなんですよねっていうふうにする、えー、結局こうやってみるとなんとその地球の中で、えー、と生命は長いけれどもだけど、えー、とその後のその大型生物っていうかその我々の,その、まあ、いわゆる えー、古生代からはねずいぶん短いっていうかあとなんだなってわかるんですねあちなみに生命はね38億年前だから結構長いんですよつまり太,太古代が40億年でしょだからえ結構いいところで38億年前から生物が誕生してるんですねこれどういうことかっていうと,、えー、と40億年前っていうのは地球が冷えて固まったさっき言ったようにそれまではマグマオーシャンで雨が降って冷えて、えー、地上は溶岩、まあ、溶岩からその溶岩からその 今度は溶岩もねいろいろこの今度プレートができてあの前回喋べったプレートテクトニクスね表面が冷えるとただ冷えただけじゃなくてこう川状態になるんです川は動くんです横にねで動いてそれはなぜかというと地球の中がドロドロに溶けていてそれで滞留してるからねでね海とね今言ったプレートの動き水平運動プレートテクトニクスって言いますけどそれって実は関係あるんですねつまり水があるとより動きやすいんですよ 今何が言いたいかというと水があるとマグマができますよとか水があると物が動きますよとかね水が水が海,底が海中のねその海の水がそうやって沈み込みに伴ってマントルに沈み込むとマントル全体が対流を起こしますよとかね海の水って実は一定じゃなくてマントルの中入ったりまた出てきたりするんですよね。このののプルームテククトニクスととといっっててて大量の火山と一緒にに出てきたりすするけどとにかく水っていうのは岩石ですら 動かすんですよで40億年前に地球が冷えて、えー、地面ができたんだけどつまり岩盤ができたんだけど、えー、とそこにちょうど海があって、えー、それはその、えー、と雨が降って海があってその海がプレートテクトニクスを指導、えー、したその動かしたことでもあるわけね。その水があることで、要するにプレートが動きやすくなった。でそれがが結局その40億年前にプレートが プレートテクトニクスが誕生するプレートトテクトニクニっていうことはプレート運動ね、えーまあ、テクトニクスっていうのは変動学っていう意味だけど、えー、日本語に訳すとねそのだから、えー、と最初は雨がじゃあじゃあ降って最初はこう薄皮のように固まるでしょでだ,んだ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 ん冷えていくからその皮が厚くなって、まあ、近く何十キロとかになるでしょで今度はそれだけじゃなくてマントルの上部が、えー、と固まってマントルの上部と近く。 その冷え固まったあ地殻っていうのは地,地面の殻ね卵の殻と一緒地殻と一緒になってプレートになるんですねえっとそのプレートがえっとその上に水水の海があるでしょだからその沈み込みに伴って水が水がマントルを入ってもう一回その、えー、水が戻るんですね、えー、もともとは宇宙にあったそのえー、と資源物質とそのビオ星が衝突して、えー、まあマントルを作ったりその ええー、と原子の大気ね水蒸気を作ったりしたんだけどそれが一旦水になって海になってそれがもう一回プレートテクトニクスで地下深くまで、えー、と引きずり込まれるわけねそれでまたその、えー、地球の内部は回転を始めるんです対流を始めるんですよね。でそういうことが40億年前から始まるわけ。すべてていろんなことが40億年前って マジックナンバーでで海もできるしプレート,ト,レートも熱くなってできるしプレートテクトニクスが始まるしつまりプレートはじっとしてなくて横へ行くわけねプレートテクトニクスの本質は横運動水平運動なんですよねそれが40億年前に始まったでカレンダーでいうと2月17日だからまあ結構昔だなとそれでえとその後ですね2億年経って西米ができたわけねえたった2億年で誕生したそれはなぜかっていうと海が 水がたたえられているしかも水は熱しやすく冷めにくい 100°C で蒸発0度で凍るでしょその間は液体のまま保存されるわけですね保持されるでだから地球環境が1 0 0 °以上とか冷夏冷夏全部凍っちゃうとかねあそんな時期もありました全球凍結ですねそうでない限り一応そこは安定してるわけねつまり熱し,熱,しにくく熱しにくく冷めにくいでいいのか。 そ、えー、そうそう熱しにくく冷めにくいからだからその暑、えー、くなろうとすると戻るし冷たくなろうとすると戻るというねそういうふうな環境を作ってくるわけねとにかく水があってそういう状況だとできちゃうんですよねで,できちゃったんですよで,できちゃったら強いでそれが何でかっていうと38億年続いてるんですよだから皆さんお年いくつかな20の方、えー、60の方。 60歳じゃなくて38億プラス60なんですね。で学生は38億プラス20なんですね。つまり38億をつながってるつないでるわけね。でそれはすごいことでそれはだから、えー、40億年前に水があってプレートテクトニクスが始まったらもうすぐにさっさと作っちゃったんですね。